いろいろな方程式4番、今回は比例式について一緒に学んでいきましょう。さあ今日はですね、この比例式の性質を利用して方程式を解いていきましょうということなんですね。さあこの比例式っていうのは何なのってことなんだけど、例えばある日 A 対 B っていうのがありましたと、そしてもう一つ C 対 D っていう日がありましたと、この A 対 B と C 対 D は等しいよっていうことを表した式、これをね比例式って言うんです。でこの比例式にはね性質があるんです。はい、まず一つ目、まずさこの A 対 B ってあるよね。 A を B で割った値のことを比の値って言うんだけど、 A 割る B ってさ B 分の A だよね。はい、そして C 対 D、はい、これの比の値は D 分の C だよね。はい、こんな風に A 対 B イコール C 対 D の時はこの比の値は同じになる、等しくなるよっていう性質があります。はい、そしてもう一つ、この比の値からも言えることなんだけどね、内側、これ外側と思ってください。内側をかけた値と外側をかけた値っていうのは同じになるよっていう性質があるの。はい、じゃあ行こうか。外側は A×D だから AD、 内側は B×C で BC、 これが同じになるよって、こういう性質があるんです。じゃあ試しにここでやってみようか。4対2イコール2対1の時、はい、じゃあ皆さん外側かけてみようか。はい、外側かけると4かける1で4だよね。はい、じゃあ内側かけてみようか。2かける2で4だよね。確かに外側かけた値と内側かけた値って同じになっていますよね。今日はこんな比例式の性質を利用して方程式を解いていきましょう。さあ早速問題やっていきましょう。こんな問題用意しました。次の比例式を解きましょうと。はい、x 対2イコール5対7。さあ今紹介した比例式の性質を早速使っていきましょう。外側かけた値と内側をかけた値っていうのは同じになるんだよね。はい、それ使っていこうか。はい、外側かけると 7×x で 7x だね。はい、内側かけると 5×2 で10だ。はい、7x イコール10っていう方程式が完成しましたよね。そしたら x イコールにするために両辺7で割ってあげましょう。はい、そうすると x イコール7分の10と求めることができました。はい、こんな風にね比例式の性質を使ってあげればいいわけ。はい、じゃあもう一問いきましょうか。はい、こちらです。さあこれもですね、外側をかけた値と内側をかけた値というのは同じだよっていうことね。はい、やっていきましょう。はい、そうするとさっき外側左辺に書いたけどさ、内側をねちょっと左辺に持ってきます。 x がある方がさ左側に来た方がいいからね。はい、そうすると内側をかけたものっていうのは 2×x+4 ってことだよね。 2×x+4 なんだから 2×x+4 って書けばいいよね。はい、イコール、はい、外側は 5×6 だから30だ。はい、これを解いてあげればいいね。はい、まずカッコ外しましょう。 2x にかける、そしてプラス4にかければいいよね。はい、2x+8 イコール30となりました。でこのプラス8は右辺に持っていく。はい、2x イコール30-8で 2x イコール22となるよね。もうここまでくればね、 x イコールにするために両辺2で割って、ちょっと x こっちに書くね。こう消えて x はこれ右辺も2分の22約分できるよね。はい、11になる。はい、ということで x イコール11となります。はい、ということでね、こんな風にね比例式の性質を利用して方程式を解くことができますと。はい、ということで今回は比例式について一緒に学んでいきました。